キックです。久保です。キックボチャンネルでーす。やっと来ました。やっと。やっと。何がっていうのは、多分もうサムネ載ってる。そうですね、そうですね。そうそうそう、サムネ出てましたね。隠すまでもないんですけど。はい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 、はい。2年半待って、ランクル300が、納車になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まだですね、実は納車になって1週間経つんですけど、うんうん、セキュリティ出してて、乗ってないんですよ、あんまり。はい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 。セキュリティの装着をするのに1週間かかったと。そう、1週間かかった、ね。はい、はい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 。で、来ましたと。はいはいはい。ということで、早速ちょっと2人でね、そのランクル300って、ぶっちゃけいいのか。うんうんうん。そんななんか世間がね、まあ、儲かる儲からないはあるとしても、言ってるほど本当車いいのかなっていうのを確認したいぜっていうことで呼び出してですね。はい。実はもう乗ってきたんですよ。で、もう暗いんでね。オープニングなんで夜なんだっていう話なんですけど、忘れました。撮るのもね。撮るの忘れました。はい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 、はい。ということで、これから、もう乗ったんですけど、これからの手で行きますけど、ちょっとね、車の方を内外装と、うん、あとは走行編と、あと今回一週間かけて、高いお金払ってセキュリティつけたんで、三部作でちょっと作っていこうかと。しっかり車を解剖していきたいと、見ていきたいと。そうですね。それもなんかプロのモータージャーナリストじゃなくて、うんうんうん。もうド素人目線の。我々の。我々の。一般人のね。そうですそうです。って言って僕もともと車屋の店長もやってたことあるんで。そうだ。そうですね。そうなんです。そうですね。ちょっとプロでもあるんですけど。はい、いや、ちょっとじゃないですけどね、うん。しっかり車のことを理解して、上で。そうそうそう。もう、でも何年も前なんでね。はい、はい。だいぶ進化もね、著しい中でっていうのもあるんですけど、っていうところでちょっとやっていきたいなと思ってますと。はい。はい。なので、まず、内外装。そうですね。ね、内外装のところから、はい。はい。ちょっと外装マイクの調子悪くて、設定間違っちゃってですね、聞きづらいかもしれないですけど。行ってみたい。そこは、はい、ご容赦ください。では。ということで。はい。行ってみましょう。一本目。どうぞ。私、ランクルー、はい、前のも含めて、うん、初めて乗ったんですよ。いや、俺も初めてなんですよ。まあ、人のランクルは乗ったことある。はい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 。自分のラン、自分の車としてのラン。おめでとうございます。いや、素晴らしい、素晴らしい。オーダーから何年？21年の7月末のオーダーだ。7月2日にこれが発売になった。はいはいはい。21年の8月。はい。6月の27とかから先行予約。はいはいはい。2ヶ月前です。発売の2ヶ月前ですね。そう。で、7月14日に一回オーダーストップになりました。もう、今、開始してすぐオーダーストップなんですね。そうなんです。で、僕が6月29日に一回商談したんだけど、まあ、根性ないんでね、ビビリなんで、踏み切らなくて、7月の14日に実は、行くよっていう約束してたんです。ディーラーに。そう、はい、サインしに行くよ。はいはいはい。そしたらね、受注停止になったその日に。8月2日から発売日でもう一回受注再開しますっていうんで、じゃあ8月2日朝一にオーダー入れてもらえるようにっていうので、7月の29だか30に、ディーラーさんとは契約しました。はい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 。実質的に8月の2日オーダー。実質的には。8月、21年の8月。そうです。なので、2年と、4ヶ月ぐらい。2年4ヶ月。そうですね。12月の1月にしてもらう。はい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 。2年4ヶ月待っての実写ですね。やっと実写ですね。いやー。どこからの迫力がまずすごいなと思って。全長が、うん。そうですね、そうですね。高さもしっかりあるし。こ
あんまそこ下がんないじゃん。エアサスじゃないんでしたっけ。はぁ、でも電子制御ですよね。電子制御なんてパイプコントロールないから。あー、なるほどなるほどなるほど。はい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 。エンジン止めてドア開けたらそこ下がるみたいなのない。うん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 。なるほどな。あ、そう、乗り降りは高いなって思いました。そうそう。なんか電子制御になって、クロスカントリーのところ走るときの、ところとかが制御できるから、エアサスじゃなくても。あー、この、なるほどね。位置とかが変わったらしいんです。はい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 。ショックアブソーバーのね。はいはい、はい、で、ストロークが伸ばせるようになったから、エアサスじゃなくても大丈夫でしょっていうのでなくしたっていう話なんですけど。はぁ。うん。いや、だからなんか、俺からすると、いや、そうじゃねえんだよと。伸びようとするときに下がるから、エアサスいいんだよ。そうそう。そうですね。まあ、乗りやすい、降りやすい、そうですね。日常使いはね。そうそう。はいはい、はい。だからレクサス買えよって話なんですよ。あはは、まあ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 。でもね、結構今回、レクサスの。そうなんですね。まあエンジンとかね、エアサスになってるよとかっていうのはレクサス確かにいいんですけど。うんうんうん。倍のコスパはねえなと思ったんで。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう。エアサスだけでレクサスにするのが確かに。はいはい。これで十分。うんうんうん。共通部品が多いって言いますけど、でもデザイン独特だなって思うんですよね。中ですか？フェンダー周りとか違うだけで。ドアパネル一緒。あ、そうなんですね。そうそうそう。へぇー。あと後ろのね、この辺の、ドアパネルとか。はい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 。でも座った広さ。うんうんうん。はぁー。はい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 。このままでいくでしょ。まあ、そう、そう、まあまあまあ、ね、いるにしても、まあ、使い方がね、そもそもね。そうそうそう。だからゲームの方がいいよ。うん、そうですよね。はい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 。これで全長が5メートル。5メートル。はい。5メートル4900。はいはいはい。ホイールベースも、私は短くない印象なんですけど。いや、短くはないですよ。ただ、もうちょっと長ければ、ここですよ、これ。はい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 。室内スペースがもっと取れるよっていうことですね。はいはいはい。でかい割に2列目狭いよねっていう人もいる。はいはい。なるほどなるほどな。前に寄ってるのか。そう、キャビンスペースここだけです。うん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 。なるほどなるほどなるほど。すごいなと思うのはあれなんですよね。ステップがボディと一体なんですよね。そう、これ、ZX っていうブレード。はいはいはい。ZX のガソリンっていうブレード。だと、まあ、専用の本体を。うん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 。ああ、なるほどなるほどなるほど。そうです。あとホイールが。21。しっかり、しっかりしたサイズですよね。ガソリン車は、すべてツインターボなんですか？でも同じエンジンですね。ああ、はははは。グレードで差はないので。まあ、ディーゼルの設定がないっていうのはあるんです。なるほど、なるほど。換気置きも、ツインターボの、一緒なんですね。はあ。違いなし。はい、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 はい。コスパいいですよね。500万ちょっとで。ああ。スターエンジンほとんど一緒。はい、はい、はい、はい。一個だけちょっといじったというか。はい、はい。改造じゃないんですけど、多分。オプションをつけたとかっていうこと。いや、違う、設定だけなんです。はい。これね、トヨタって、レクサスって、開けたとき、ピピピピ。はい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 。はい。こうやって開くときに、開きながらピピピピ。はい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 。注意せよで、声を出しながら開けるんですけど、それを切ったってことですね。ああ、他は、そんな音が鳴りながらとかっていうのは、あ、言われてみればそうですね。そうですよね、そうですよね。トヨタの中でレクサス鳴らない。で、レクサスが鳴らないのにトヨタが鳴るんで、はい。もうブランドの差で、それが違うんですよって言ったら、そうなんですはい。ああ、そうですね、そうですね。はい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 、はい。自分の設定だとボリューム下げればできる。あ、ボリュームは調整はできるけども、消すことはできる。あ、上げるで消すことはできないと。で、消してもらいました。あー。うんうん。無料です。多分設定なの。あ、そうなんですね。無料です。うんうん。これはおすすめ設定ですね。はいはいはい。へー。これも最初は慣れるんですけど、
その後。ああ、はいはいはい。ピー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 、鳴り続けながら、閉まると。ダサいんですよ。なるほど。なるほど。これはじゃあそんなことして、レクサスやめたのになんでトヨタやってんだっていう話なんですけど。そうですね。なぜかやってる。ボリューム下げられるんだったら、はいはい、消せるようにせよっていう話なんですよ。そもそもそうですね。消せるようにもなって。はいはい、ただリーダーだと消せる。うん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 。まあ、いやいや、メニューに入れろって話ですけどね。まあ、安全装備だから。ああ、まあまあまあ、そうですね、そうですね。お子様が、とかね。そういうのはあるかもしれないですね。あとはもうノーマルです。ノーマルなので。はい。あの人と見てください。この、恥ずかしい。ルーフって、あれなんですか？これも標準なんですか？メーカーオプションです。あ、メーカーオプションだと知る。はー、なるほど。あ、うん。これは好みなのかなと思いますけど。そうですね。メーカーつけようかなと思って。はいはいはい。気をつけときます。うん。はい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 。ちょっと内装の方を見せてください。はい。いや、私、このドアの、そもそものボリュームに、安心感を覚えてしまうんですよね。しっかり。ああ、そういうことですね。作りがしっかりしてるなと思って。そうですね。結構ちゃんとね、ドアシールとか、この辺もちゃんとついてる。はいはいはい。この、ピラーの、つかないところ。はい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 、はい。つかなかったんですか？あ、そうなんですね。なんかそんな話あったと思うんですけど。はい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 。うん、あ、しっかり。ステップにランドクルーザーの、そうですね、そうすね、このシートマット、フロアマット、フロアマット、フロアマットは純正。あ、純正です。はい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 。社外でいいんですけどね、これ高いし。うんうん。あ、純正は高い。これだって7万とかするよね。絶対しないでしょ。しますね。ここで儲けてるでしょ。なるほどなるほど。はあ。まあでも値引きとかもね、頑張ってもらわなきゃならないなと思って、とりあえずは。いは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 い。なるほどなるほどなるほど。へぇー。ここはウッド調のパネルですね。そうですね、なんかみんな言ってますけど、うんうんうん、若干のソフトパッドというか、まあプラなんですけど、ソフトプラ。はあ、そうなんですね。合皮。ここは合皮なんですね。へぇー。で、こっちはもうハードプラ。はい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 。うん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 。まあでも安っぽさは全然感じないですよね。そうですか。なんか僕この辺、ステッチ安っぽいなと思っちゃいます？ですけどね。はい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 、はい。結局プラにしか見えないでしょ。あー、まあ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 。ここまでやんだったらちゃんと、白にステッチ。そうですね、そうですね。そう。だからなんかこの辺は、僕は違いますよ。僕は違いますけど、富裕層心は分かってない。あー、なるほどね、なるほどね。まあレクサスとの差別化でしょ。あー。いや、トヨタなんだからこれでいいだろみたいな。そういう、まあ、大人の事情というか、彼らなりの動作を積み分けをしなきゃいけない。うん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 。ああ、そうかもですね。なるほど、なるほど。ダメじゃないですよ。うんうんうん、うん。ダメではないと思うんですけど。まあ、質感はすごくいいんで。まあ、そうなんですけどね。だから、なんか、アルファードとかああいうふうにするんだったら、ランクルもなんかこの辺にね、なんていうんですか、エンボス入れろ。はい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 。ちょっとおしゃれにすればいいじゃんって思うところはあります。そうですね、そうですね。ちなみにこれベージュも選べるんですよ、内装ね。はい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 。僕は黒にしましたけど。ここは何か思いがあって、ああシートですね。そうそうそう。うん、でディーラーさん聞いたんですよ、うん。どっちが多いですかって注文したときに。はい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 。8割ベージュですって言ってたんですよ。8割9割ベージュ。ゼテックスはベージュが選べる。で、ZX 選ぶ人はほぼベージュですって言われた。で、ベージュってそもそも汚れ目立つし、黒の方がいいなって思ってたんですけど、8割ベージュなんだったら黒だな。黒にしました。なるほど、なるほど、なるほど。なんか変な感じの設定なんですよね。ここもベージュなんですよ。で、この辺が黒とかなんですよね。はい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 。そう、ここ黒にするんだったらこっちも黒だと。そうですね。汚れ目立たないようにするのに、どこがベージュとかっていう、その、切り分け。あー、なるほど、なるほど。はいはいはい。デザインもあるんだと思うんですけど。うんうんうん。ここベージュはね、ちょっと、巻くの。そうですね。足元特にですよね。なんで、やめました。あー。いや、私も、そうですね。ベージュのイメージが。ランクルってベージュのイメージ強いですよ。そうですね、そうですね。砂漠で乗るなら
下目立たないみたいな、そういうことらしいんです。あー、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。寒くないですか？でもね、そうですね。まあ、あと明るいし、高級感あるし、まあ、色が好きな人はいると思う。はい、はい、はい、はい。全然いいと思う。うん、なるほど、なるほど。シートは、本革。本革とね、一部合皮みたいですね。なんかこの辺が合皮なのかな。うん、こういうとこは本革。はい、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 はい。で、シート調整は、電動シートですね。運転席、助手席、電動で、運転席はメモリー。はい、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 はい。なるほど、なるほど、なるほど。は、そつなく。そうですね、そつなくなんですけど、うん、なんか黒缶でって考えると、ここ伸ばすぐらいはね、ああ、はい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 。つけてもよかったんじゃないかなと思いますけど、ね。そうですね、そうですね、膝の裏の。伸びないんですよ。あ、そうか、そうですね。ここ切り離されて調整できるシートありますもんね。あの、応酬者多いですよね。自体が伸びる。うん、うん。足の長さだね。ああ、そっかそっかそっか。はいはい。短い人、長い人、ね。エンジンかけてもらって。はいはい。センターパネルの。はい。機能を見たいです。はい。すいません。たまにね、なんか寒かったりすると、指紋認証がね、言うこと聞かないんですよ。ああ、スタータースイッチが指紋認証。あ、そうです、そうです。私これ初めて見ました。なんかこのランクルと LX? はいはいはい。についてるみたいですね。ああ、まだ新しい、トヨタも新しい機能。最近付き始めたって感じなんですね、うん、新しいし多分まだランクルと LX だけじゃないですかね、にしか付いてないと、うん、あ、驚いたのがナビというかパネルの大きさ、はいはいはい、これ何インチありましたっけ。 12.3 とか5とかぐらいだったと思うんですけど、はい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 、うん、いやでもこれハリアーとかもそうだし、最近なんか横長、まあ、もっと最近はこれがなんていうんですか、全画面表示とかに、はい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 、はい、なってるんで、もうでも1世代とか2世代とかもう前の、はいはいはい、ああそうなんですね、はい、そうなんですね、へえ、なんかそうアルファのベルファイアとかレクサス系はもう14インチってさらにこれが縦にも伸びて、あさらに長いんだ、そうエアコンの空調がついたりとかしてるみたいですけどね。あエアコンの設定はもう画面内で、いやあのランクルって物理スイッチもあるんですよ。ここ全部、ね、あの空調系のスイッチなんですけど、ね、はいはいはい、まあ、一応ここであのモニターというかこう何度とかって液晶ついてないんですよ。あ本当だ、そうですね、そうですね、そうそうそう、はいはいはい、こっちに液晶つければこれいらないんじゃないかっていうのがあるんですけどまあでもここで一応全部ね、あの今どう動いてるとか、あシートヒーターも、あそうですそうですそうです、うんうんうん、オーディオとか、はいはいはい、あの燃費とかっていうのが一応これで、 なるほどあと車両のインフォメーション状態、はいはいはい、あここでもコンフォート設定されてますよっていうのが確認ができると、そうそうそう、そうですそうです、そんな感じで、あ一応ついてる、はあ。すいませんこれねまだ剥がしたいんですけどそう別に転売するよとかっていうんじゃなくて剥がしたいんですけどこれねまだ今ここに置くだけ充電を純正のね頼んでるんですよ、オプションで、はいはいはい、携帯置きのスペースですねここは、そう頼んでるんですけどそれがちょっと部品がね遅れてて、うんうんうん、1ヶ月点検でつけるっていうのでその時この辺外すじゃないですか、はい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 、はい、なので一応傷防止で、なるほどなるほど、今はまだちょっと、まだね、そう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 つけて、ここはそもそも標準オプションでポータブルじゃないや、非接触の充電があるわけではなくて、ね、オーストラリアではあるんですよ設定が、オーストラリアトヨタではあって、あってで日本の国内では一応オフィシャルでのオプション設定はないですけど、はいはいはい、あのトヨタのパーツ、トヨタパーツ、はいはいはい、トヨタ部品さんの品番は日本向けにもあって注文はできるんですよ、はいはい、それ言っても大丈夫なやつなんですか大丈夫です大丈夫です、はい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 、大丈夫だと思います、でなるほどなるほど、注文はできるので別に頼めるんですよ、で、はいはいはい、これもディーラーによると思うんですけど、僕が買ったディーラーさんの場合は一応注文書の方にディーラーオプションっていう扱いで、うんうんうん、ちょっと金額は言えないんですけど
つけてもらって、なるほどなるほど、はい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 、でつけてもらってたんだけどちょっと部品間に合わないんで1ヶ月点検の時に付け替えますねっていう、はははは、はい、後でつけてくれるってことですね、なるほどなるほど、でそうですね、この隙間に、うん、USB のこれはパワーポート、充電ポートがついてる、そう充電は C で、はい、でナビの SD と、はい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 、あとこれがあのカープレイ、これねまだカープレイが無線じゃないんで、はいはいはい、あのこの USB でつながる、なるほど、携帯の接続は、うん、有線でつなぎますよってことですね、そうですそうです、はいはいはい、まあ Bluetooth で音楽聞いたりとか電話とか使えますけど、うん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 、カープレイとかが使えない、なるほどなるほど、うん、でここにあの一応シガーソケットはありますっていう感じですね、はい、申し訳ない、 12V かな、はい、うん、まあ、電源取るときはこの辺からっていう感じの、まあまあ、そういうふうにする人は今、この車じゃいないとは思うんですけど、ね。まあ、USB いっぱいついてるんですよね。ここに1個でしょ。はいはいはい。で、後ろ、あとであれですけど、後ろにも2個。あ、後ろにもついてるんですね。で、3列目にも2個ついてる。3列目にもついてる。そう、断然全部で5個くらい USB-C はついてるので、はい、はい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 。なんかシガーソケットから電源取ってっていうのはあんまり。そうかそうか、そう、ないですね、うん、そう考えるとね。そう、なんか無線やってますとかね、いろんなのつけるっていう人は。あるかもしれないですけど、まあ少なくとも僕はそんな使わない。うん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 、なるほどなるほど。十分っていう感じですね。へえ。まああとはね、なんかこの辺のドライブモードとか、マルチテレインセレクトとか、うんうんうん、なんかダウンアシストコントロールとか、はいはいはい、クロールコントロールとかはいろいろ設定できますよみたいな感じでついてますけど、うん。はいはいはい。ほとんど使わない、まあ、ドライブモードは若干使うかなっていう感じですよね。で、このマルチテレインセレクトって、なんかその、アクロ用なので、なんていうんですか、アクロを走るときに使うやつなので、こっちかな、こっちに出るのかな、なんですけど、はいはい、こう、ダートとか。ああ、はい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 。あの路面の状況によって、はい、あ、ここにも出てますね。はいはいはい。広げとけばいいのか。そう、サンドとか。はいはいはい。マットとか。ディープスノーとか。ああ。一応あるんですけど、でもこれオートがあるので。なるほどね、うん。オートの設定にしておけば最適なものを。そう、よっぽど絶対だよじゃなければ。はい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 。うん、これで大丈夫じゃないのっていう。まあ、あとはちょっと画面がこういう感じで変わるので、例えばビュー画面とか。ああ、はいはい。これリアビュー、フロントだ。これ今フロントビューですね。はい、で、それがなんか透過して見えるようになるよとか、なんかそういうのが、はいはいはい、ついてるっていう。で、サイドビューですね。これが左と右。そうそうですね。なんかその辺が、こう、ああ上から、あすげえな、あはいはいはい、でここが走ると映るよ、あはー、うん、あの録画しておいたやつで、はいはいはい、映ってた、まあボンネット下が透過したように一応見えるよっていうのが、これこのモードにしとくと、はい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 、はい、カメラが変わりますと、で普通のモードだとあのこういう感じで。いやこれはでもあれですね、やっぱ車幅が広かったり長い分駐車場とかで確認しながら走り出せるんで、そうですね、うん、一応だからドライブにするとこう前がで前は広角になってるんで、る、ね、サイドから車が来てるよとか来てないよとかっていうのが見やすかったりとか、まあ、前なんですね今の、あ、これがバックだ、バックに入れると、そうでハンドルで、まあ、あの一応タイヤ位置が出るよとか、あーっていうのと、あとはあれですね、あのトップビューもあると、そうですね、もついてると、まあ この辺の、まあ、このサイズ感なんでね、ついてなきゃ逆に困っちゃうねっていう感じだと思うんですけど、ちょっと気づいちゃったんですけど、はいはい、これオーディオが、あ、 JBL、 JBL、 それはこれつけると、これオプションなんで、はいはいはい、この大きなモニターがオプション設定になってる。そう。で、これをつけるともう JBL サウンド付きなんですよ。になると。そう。これでもね。ここにもスピーカーにもフロントスピーカーですね。そう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 。まあ、はい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 。リセールとかもあるんでね、つけてますけど、結構高いオプションなんでね。はい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 。どうだって言われたら、まあ、あったらいいねっていう感じだと思いますけどね。
そうですね、車の中でもちろん音楽をかけたりっていうのもあれですし、うん、まあ画面でかくなるとかね、快適空間をっていう意味ではそうですね、なるほどなるほど、うん、ですね、なんか前がそんな感じかな、僕ここ一応クーラーボックスになるんですけど、オプションで、はい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 、それはつけてないです。クーラーボックスがつけられる、クールボックスがつけられるんですけど、それはつけてないです、うんうん、あの冷蔵庫、あ、ここが冷蔵庫になるの、うん、そうそうそう、なんですけど結構なんかこういろいろ入れときたいんで、冷蔵庫にしても使わないから、まあリセールはいいって言われましたけど、別にいらないなと思ってつけてないですね。でこれ一応トヨタはみんなそうなんですけど、両開きっていう、あと後ろからも、後ろからも開けられます。ああ、はいはいはい、本当だ本当だ、これセンター割れそうですけど、割れないです、割れないですね、これはね、割れないです、はいはいはい、なるほどなるほど、しっかり格納スペースもセンターあるし、そうですね、まあ、あとドリンクホルダー横っていうのがいいですね、すごいですね、ドリンクホルダーと縦はちょっと縦が多いですからね、はいはいはい、で横っていうのが使いやすい、そうですね、そうですね、なかなかあれですよね、空間がしっかりあるから幅広い分ドリンクね、でも LX 縦なんですよ、うん、あ、そうなんですね、そう、この辺のボタンがこっちに、はい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 、まあそれぞれのデザイナーさんによって考え方があるでしょう、なるほどなるほど、はい、でも前はそんな感じかな、後ろ行きます、あ、そうですね、後ろ後部座席見てみましょう、はい、後部座席はこんな感じでちょっと狭いです、この辺とか、はい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 、こういうの僕のポジションちょっと後ろめですけど、普通よりも、うんうんうん、後ろめに乗る方なんで、はい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 、はい、まあでもぶつかるわけじゃないんで、すごい狭いなっていう感じはないと思うんですけどね、うんうん、身長170超えてる大人でも膝前はしっかりスペースが、スペースはそうです ね、そんなにあるんで、うんうんうん、そんななんかいやーっていう感じではないです、はい、あとシートがしっかり、まあこれリクライニング今してて、はいはいはい、一応これが立てることはできますと、これがマックス立ち、はい、でもこれ直角、ほぼ90度ですね、直角ですね、うん、で、まあ何段階、結構3、4、5、6段階ぐらいですかね、はい、で結構倒れます、はいはいはい、これだけでもすごく後ろが広く感じる、そう、これ画面がね結構近いんで、あ、これモニターついてるんですね、そう、倒さないと、はい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 、っていう感じですかね、でこれなんかね、このオプションないんですよ、これもオプションがない、そう、このカバーないんですよ、これがこのオプション設定なくて、こいつ、このカバーの、あー、え、でもあれですよ、ランドクルーザー純正ですよね、これこれ1個前の方用のパーツ、はい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 、インチ一緒なんで、20のものが使えちゃうってことなんですね、そう、つくっしょっていう、はい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 、あ、それは知ってるからこそあれですねオーダーできる、そう、つくっしょっていう感じですね、で、ついたじゃん、え、これちなみにこのモニターには何が映ってるんですか、これですか、はい、これはこれまだね、これ使ったことないんですよ、そうですよね、来たばっかりですもんね、そうそう、で、まだちょっとこれも剥がしてないです。剥がしますけどね。はいはいはい。まあ、こんな感じですね。あ、ちょっと、あのテレビ押しちゃうといろいろまずい映像が流れると思うんで、著作権上ちょっとテレビ押さないですけど。そのデジタル放送が受信できて、そうですね。で、Bluetooth の音楽流したり、まあ、これ HDMI ついてるんで、ここに。あ、だ HDMI で入力して、それを流すとか。はい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 、はい。あと iPhone の人は使えないですけど、ミラキャスト。で、まあ、ミラーリングして一応使えますとか、そういうのはついてます、ね、あ、でも個別にコントラスト調整云々っていうのが、言ったらテレビがついてるみたいなもんですね、そうですね、で一応左右別ソースで流せるよっていう、こっちも別なものが流せるよと、そう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 っていう触れ込みというかにはなってるので、別ソースで流れるらしいですけど、これもちょっと後で外しますけどね、これまだついてたんだっていう、外しといてくれっていう話だったんですはい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 、あ、でこれがあれですね、後ろのこれはね、優秀ですね、いや、すごい、これ4ゾーンなんですよ、え、あ、すげえ、モニターもついてるんですね、はい、
モニターというか、フォーゾーンが優秀だと思いますね。結構、輸入車だとオプションとかが多い。いやいや、そうですよね。あのベンチレーションヒーターもついてて、はいはいはい、で、オートもついてて。すごいなぁ。ほんとだ。で、ここ USB-C が2つ。ああ、充電用のがついてますね。はい、で、左右の音声出力ですね。ピンチャック。ほんとだ、ほんとだ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あとこれが DC12V ですね。ついてますみたいな感じです。あすごいな。これが純正でついてるんですね。そうですね。でこの辺はちょっと硬いですけど、まあでもソフトパッドっちゃソフトパッドですかね。うん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 、でまあこのシートパックポケット。はい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 。これもこのハードになるのはこれがついてるとハードになって、これがついてないやつだとここがハードじゃなくて。あのレザーっぽい、はい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 、あ、まあ、布というか、あ、そうそうそう、になるわけですね、になると。はあ、すごいな。で結構これがね、あのこの椅子跳ね上げるんで、跳ね上げた時のガードになってるんですよ、ここが。はあ、なんで画面がこう角度この状態で椅子跳ね上げちゃうと画面に直ガンってぶつかっちゃうんで、画面は使わない時はこう押し込んどくっていう。はい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 。あ、このためのガードがしっかりこの一応ガードがついてるですね。はい、これがね、はい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 、上がってくるんです、はい、いや今後ろに来て気づいたんですけど、ムーンルーフ、これ標準です。あ、標準なんですね。標準です。はい、オプションが多いですけど、これは標準ですね。開けてもいいですか。ああ、のこれ手動なんですよね、カバーは。あとはチルトとオープン、はい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 、ね、いや、あの中全然広いですけど、ここ開くとさらに開放感がありますね。そうですね。まあなきゃないで天井高上げられるから、どっちがいいんだっていうのはあると思うんですけど、うん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 、ああ、なるほどなるほど、うん、はい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 。で一応これもガソリン車なんで7人乗りですと。はい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 。もう一列シートを出せ、後ろから出せるんだ。はい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 。なんかそれは多分いろんな人が上げてるからそうですね。そちらを参照していただいて、そう、そっち参照してもらえばいいんじゃないかな。はい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 、はい、電動なんですよ。後ろも電動なんですね。後ろが電動です。これ2列目手動です。なるほど、よくわかんないですよね。2列目の方がよく使うからこの電動にしてくれるそうですね、そうですね、はい、いや中から見るラゲッジスペースはもう補助席です。補助席、はいはいはい、はい、あんま使わないっていう感じです。ラゲッジスペースとしては広いですけど、そうですね、ここにもう一つシートをってなると、まあ、ちょっと狭めの補助席です。うん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 。まあ、で開けてもいいんですけどね、これトノカバー外さなきゃめんどくさいんですよね。あ、はい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 、トノカバーついてるんですね、うん、で、はいはいはい、このトノカバーしまうとこないんですよ、この車。なんで7人で乗るときは、はい、トノカバーは家に置いてってくださいみたいな。あ、なるほど、そういう割り切りは必要ってことですね、はい、はい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 、なるほどなるほど。そう、微妙に使い勝手がね、はい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 、よくないとこがある。上のライトにボタンがない。いやいや、ありますよ。あ、なるほど。物理ボタンです。はいはい、物理なんです。あ、いやいや、物理。なんかレクサスとかはね、ここ触ると。ああ、そうなん、タッチパネルになってるんですね。はいはいはい。スキルですけど。いや、高級。ここも差別化じゃないですかね。ただ、いろんなところの動きとかは、こう、ちゃんと、なんていうんですか、スローモーションというか。ああ、はい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 。ゆっくり動くようにはなってたりするんで、うんうんうん、その辺のなんか安っぽさっていうのはないですけど、ね、まあ、窓もね、最後ちょっとゆっくりになったりとか。ああ、はい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 。あの、高級車特有の動きですね。そうそうそう、そういうのはきっちりついてますね。いやー、すごい。後ろが広い。この後ろに乗る車なんじゃないかと思うぐらい。いやいや、そこまでの広さはない。まあでも乗りやすいと思います。うんうん、なるほどなるほど、はい、不便さとか狭さはいや感じないですね。日常使い、普段使いで家族と乗ります、友達と乗りますで、ちょっと全然乗れるかなっていう感じはありますね、うんうん、はあ、うん、そうですね、と思います。これ後ろ抜けるんですか。これは一応これが、あ、これ剥がれてないじゃないですか、これ。あ、はい、非常機が、そう、これドリンクホルダーが、はい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 、で、あとはここだけ一応倒れるんですけど、すいません、はいはいはい、あのここがあれつけちゃってる。
こんな感じで、はい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 、ちょっとこのトノカバーがあったんで、うん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 、起こさないとあれなんですけど、はい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 、だ長物はこれで長物も、うん、乗せられるってことですね、はい、詰めるよっていう、はい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 、椅子使ってても一応詰めるよっていう感じですね。いや今のロックのバチンっていうのも安心感を感じるくらいの強度で作られてますよね。シートも全然安っぽさを感じる、あんまその規模の車なんで、ね、安っぽさはないですけどね、うん、うん、でまあちゃんとこう JBL もついて、ツイーターもついてますよ、はい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 、一応ラゲッジ見ます？あ、そうですね、椅子は出さないですけど、はいはい、面倒くさい、をちょっとどれだけ荷物乗るんだっていうのもちょっと見たいですね。はいはい、いや、後ろ広いですよ。で、ここが一応シートで、まあ、持ち上がってくるみたいな感じですね。はい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 。え、これはどこまで手動で、どこまで電動なんですか？いや、完全電動です。あ、完全電動なんですね。はい、あのこのスイッチで。あー、あのトノカバーが外れてて。トノカバー外れてて、シートがもうちょっと立ってれば。はい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 。これ、ね、この角度だと当たっちゃうんで。うん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 。もう少し立ててるともう全部、あ、もう全自動なんですね。そうです、カバー外したりっていう手間がないと、そうそうそう、すごい。これあれですか、後ろラゲッジにしてな何リッターとかっていうのはあるんですか？なんか多分カタログには書いてあるんだと思うんですけどね。はい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 、はい、なんかリッターであんまり感じたことがないんで。まあそうですよね、うん、そんなに気にしなかったですけど、はい、なんかコーティングのキットですね、これ。あ、ボディコーティングしてるので、はい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 、それのメンテナンスキット、なんか結構ゴツッとしてますよね。うん、大人が後ろから奥まで手が届かない広さありますね。そうですね、届かない、届かないですね、うん、すごいな、さすがの、さすがの貫禄の広さですね。はいはいはい、このリアケージは自動で、あ、なるほどなるほど、ボタンで、あ、そうです、これがあれですね、離れると自動で閉まる。あ、そうですそうです、ボタン、はい、まあ、セキュリティつけてるんでこっちはあんま使わないですけど、結局セキュリティのスイッチ入れなきゃなんないんで。あ、そっかそっかそっか、離れてからっていう、はいはい、そういうことですね、うん、うん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 、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、まずはチャンネル登録お願いします。チャンネル登録と、高評価、グッドボタンですね、はい、お願いします。あのバットでいいです反応していただければ反応していただければありがたいそうですね、よろしくお願いします、はい、っていう内外装だったんですけどね、はい、はい、次回ね、あの走行編、そうですね、今度は走ってみて、そう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 、うん、まあちょっと結構50キロぐらいですかね、走ったんですよね、うんうんうん、結構走りました。なんか今多分流れてると思うんですけど、この辺で、はいはいはい、50キロぐらい走ったので、そこでいろいろなんかちょっと燃費の話とか、うん、してるんで、まあ、その辺もね続けて、うんうん、いつアップになるか分かんないですけど、すぐアップになると思うんですけど、続けて見ていただけるととても嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。